あーあえ、どうしよう。終了。さあ、始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。はい。まあ、僕一人ということは、今回も、しょうちゃんのモニタリングをやっていきたいと思いまーす。今日のモニタリングなんですけれども、しょうちゃんが出かけているので、その間に、この、殺風景な部屋の中をクリスマス仕様に変えたいと思います。イェイ。まあ、翔ちゃんはね、普段あんまりクリスマスだったりとか、ハロウィンだったりとかのデコレーションをやらないというか、いいよいいよ、みたいな感じで言っちゃうんですけれども、ちょっとね、もういない隙に好き勝手やらせてもらうと思います。で、いろいろ買ってきました。いろ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 。こんなんとかね、なんかクリスマスっぽいよね。はい、というわけで、早速飾り付けをしていきたいと思います。レッツゴー。ひょにょ。何からやっていくか。いや、こういうのってさ、センスだよね。俺結構ね、前、イタリアンで働いてた時とか、お店のね、デコレーションとか結構やってたんだよね。あんまないな。結構買ってきたつもりなんだけど、しょぼいかな。まあ、いいか。ね。長靴。かわいいかもしれない。毎年さ、なんかデコレーションやろうよとかね、結構言うんだけどね。翔ちゃんなんか、やらせてくれないんだよな。どうせ、捨てんじゃん、みたいな。冷めてるよね、ほんとに。でも勝手にしちゃえばね、もうこっちのもんだから。もうやっちゃうんだからね。ちょっとね、時間がないから、パクパクってやっていこうかな。なんかさ、でっかいツリーでも買ってやろうかなと思ったんだけどさ、さすがにね、大きいやつをさ、勝手に買ったらさ、怒られるかなと思って。見える。偽ツリーのタペストリー。これ意外となんかこういうとこ貼ったったら可愛くない？ここに貼ろう。しょぼいかな。しょぼいか。なんかここら辺にこうやって貼ったってもなんか可愛いよね。こんな感じだね。いいんじゃないの？可愛いんじゃないの？あとね、ちょっとやりたいことがあって、このパキラをね、ちょっとデコレーションしようかなって思いまーす。せっかくね、電飾も買ってきたので、これをつけたいと思います。あれ？電池。あれ？電池がなくなった。あれ？あ、あった。あった。電池がなくなったと思ったの。あった。いい感じ。感じかな。あとこれにもてれんデコレーションしていきまーす。できた。こんな感じどうでしょう。いいんじゃない。こういうのもねあったんだよね。これすごくない。これめっちゃ可愛いよね。これはねちょっとここに飾りたいと思います。これもちょっとデコレーションしてみようかな。いいねいいね。どうかな？可愛くない？雪。あ、可愛い。こんな感じ。多すぎたかな？まあ、いっか。よし。あと残りは、ここら辺。終了。あーあえ、どうしよう。一回出ますよ。いや、いいよ。もう終わるから。え、なにこれ。間に合わなかった。すごい。すごいじゃん。すごい。クリスマス。なにこれ。翔ちゃんがいない間にさ、うん、クリスマス仕様にしてたなってやろうと思ったら。そうなんだ、ごめん、なんか。全然全然。どうするのこれは。何が始まるの今日は。いや、もう今日は飾り付けだっけ。なんでね。なんでよ。なんでよ。
なんかパーティーしないの？だってまだクリスマスまであと22日くらいあるよ。そうなんだ。ごめん、なんか。いや、いいよ。かわいいじゃん。じゃあ俺、今年これクリスマスなんか吊るしとけばさ、うん。なんか、いや、これほら、こっちにあんのよ、それ。今年入るの？プレゼント。入るかどうかはわからん。なんでで？すごい。あんだよ、完成する前に帰ってきちゃった。どんな感じに飾り付けができたか。こっちはね、タペストリーとこんな感じね。あとこっち側はこんな感じ。なんか思ったよりさ、少なかったんだよね、このパキラをね。クリスマスツリーっぽくデコレーションしてみたの。すごいな。重みに。そうだね。ちょっとかわいそうなことになってるけど、いいんじゃない？ね、うん、ちょっとクリスマス、本当はね、でっかいツリーでも買ってやろうかと思ったの。絶対怒るなと思ってやめた。置く場所困るから、うん、だって家帰ってさ、でっかいツリーやったらちょっとテンション上がるじゃん。うん、うん、こんなできませんよ。ひょにょ。モニタリングはちょっと失敗に終わってしまったが、まあちょっとね、早いけどクリスマスっぽいことしてくれるんでしょ。そう、うん、かわいいそれね。同じ髪型に しました。あ、本当だ、確かに。何作ってくれんの？かぼちゃのピザか。へー。を俺は作りたいなと思ってたので、うんうん、は作ってみようと思います。はい、楽しみ。楽しみでしょ。かぼちゃないで話すんじゃん。もう一回言って。どうやって作るの？かぼちゃ買ったんだよ。かぼちゃとチーズ、うん、ピーマンとベーコンで基本できるはず、うん、あ、そうなんだ。で、一応トマトソースも買ったから。うん、生地は？生地はないよ。生地これ、かぼちゃ。わかんない、正直。かぼちゃが生地なんだ。そうなんすよ。かぼちゃはまず種を取らないで、うんうん、レンジで30分かな。そんな長くするんだ。水つけた方がいいのかな。いや、いらないんじゃない、30分もするんだったら。なんか上に乗せてた方がいい。お皿乗せた方がいいかもね、もしかしたら。一回これでやろうか。うん、なんか分かんない。そもそもさ、レンジって30分とかレンジできる？いや、ないんだけど。うん、まあ2回ね。うん、30分もすんの。途中で様子見た方がいいんじゃない。うん、うん、ヨレヨレになんない。ね、え、違う、待って、違うだろ。700ワットだと24分か。24分やります。うん、どうする？24分間これお前を映し続ければいい、うん、いや、そういうもんじゃん。え、どういうこと？もう料理番組って基本回しっぱなしだから、もう多分違うよ。料理番組は差し替え差し替えでしょ。あ、そうなんだ。基本多分料理研究家とアナウンサーがこういう時間をこうやって多分基本こうやって待ってる。ほんと？あ、でもなんかいい匂いがしてきた。ね、してくるね。うわー、乾杯。シャちゃんも飲む？そうだね、ちょっと欲しいかな。びっくりした、クリスマス仕様にしてた。うん、いや、まさかさ、しょうちゃんがさ、あんな早く帰ってくると思わなかったからさ。あ、でもやっぱそのほうれん草の茹でる時とかでもやっぱ15分もやる。電子レンジで。電子レンジで。でもすごいもういい匂いしてるよね。まあ、溶けることはないけど、うん、溶けることはないだろう。一応15分経って刺してみて、あ、刺せれたらもういいと思うし、うん、刺せれなかったらね、もうちょっとやったらいい。しっかりさ、もうこれで火通っちゃえばさ、うん、あとソースとか具とか乗せてさ、トースターでやればいいよね。うん、そう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 ね。そうそうそう、うんうん、よし、じゃあなったので、うん、あ、全然平気だ。ほんとだね。どうする、一回なんかお皿かなんかに乗せる？そうだね、はい、これですね。うん、レンジだと何もっと時間かかるとか言ってたけど、案外柔らかくなりました。そうだね。これ種は取ります。種を取るんだ今から。うわー、もう、あ、全然お手の物ですね。うん。お手の物。はい、柔らかくなりすぎたかな、逆に。そうだね、まあでもいいでしょ。うんうん、トマトソースね。うん、おぉ。結構たっぷりいったね。に。ピーマン切ろうかな。うん。
陽気だね。唇はなぜ録まで聞こえるの。惜しい。アニメが変わったんだけど。ベーコン？ベーコンは二切れぐらいでいいのかな？うん、任せるよ。どうなんだろう。かぼちゃのピザ。どうなんだろうね。ね。何分やんのかな。え、チーズに焦げ目がつくくらいでいいんじゃない？本当？シーフードミックスも乗せるんだっけ？冷凍だからな。それ一回なんか温めた方がいいかもしれない。多分1分くらいで、700ワットだったらそんな1分もいらないかもしれない。確かに。30秒。うん。ちょっとできたらいいよね。うん、うん、うん。あ、十分でした。十分でした？うん。いや、十分じゃないですね。どっちよ。ちょっと硬かった。うん。なになになに？4粒いいんですよ、いいんですよ。じゃあチーズだよね、最後。チーズ最後、うん、お、できましたので、トーストはなんか下にあれじゃない、アルミホイルが敷いた方がいい、ね、あ、なるほどね、これに敷いてね、うん、はい、もう完璧です。私完璧です。あ、いいね。はい、さあ、何分、何分だろう。グラタンは何分とか書いてない。グラタンは、ほい、うん、書いてない。書いてないんだ。普通書いてあるよね。まあ、10分ぐらい。うん。はい。はい。じゃあ、もうしばらく待とう。うん。ひょにょ。じゃあ、持っていきまーす。はーい、お願いしまーす。はい。暑いかもしれない。いや、暑いでしょ。じゃーん。おー。あー、すごい美味しそう。すごいなんかかぼちゃの部分がさ、そう、石焼き芋みたいにさ、そうなんだよ、してそうな感じ。さあ食べよっか。じゃあ、うん、はい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 、いいね。ちょっとおつまみとして、一足早いけどクリスマスって感じじゃない。はいはい、食べようぜ。はい、いただきまーす。いいよ、先に。海外スタイルにした。海外スタイル。今、いただきます。行ってきます。うん、ただいま。はい、はい、おやすみ。うん、はい、食えよ。熱そう、気をつけてね。食べ、もうちょっと小さいサイズがいいんじゃない。うん、食べる。じゃあ食べて。俺はいただきます。うん、どう？うん、美味しい。かぼちゃ？うん、かぼちゃ好きな人は本当に、ね、美味しいかも。あ、美味しいな。グーのこれはもっとチーズ乗っけてもいいかもね。そうだね、ちょっと少なかったかもしれない。うん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 、あ、どう？うん、あ、合う。あ、よかったよかった。うん、美味しい。美味しいよこれ、うん、なんだろう、新しい料理って感じ。うん、今までない。なんだろう、なんか何に似てる？スイートポテトではないか。でもね、ちゃんとピザ。さつまいもほど甘くないから、かぼちゃが。そう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 。程よい甘さの。そうだね。うん。美味しい。あの、かぼちゃがさっぱりした。うん。うん。じゃがいもでもいいね、うん、これ。うん。うん。でも美味しい。じゃがいもでも美味しいと思う。うん。いや、成功したんじゃないの？うん、いいじゃない？ね、うん、オーブンがなくてもできたね、トースターで。そうだね、食べる？うん。あー、よいしょ。うん、美味しい。うん、よかった。おいしい。よかったよかった。うんうん、はい、というわけで。はい。サプライズしてくれました。うん。うん。ね、すごくよくて嬉しいなって思って嬉しいです。なんかさ、普段あんまり飾り付けすることないんだけど。うん。まあね、来週でやってみたら、うん、意外と喜んでくれたからよかった。うん、うん、ひょにょ。
というわけでですね、うん、今回は、まあ、翔ちゃんに内緒でクリスマスの飾り付けをしてみたんですけれども、はい、思ったより喜んでくれてよかったということで、ありがとう。またね、せっかくここまでやったから、はい、クリスマスに向けてちょこちょこ増やしていこうかな、ね、ぜひぜひお願いします。なんか良さげなのがあったら買ってこよう。経費は落ちません。ちゃんと領収書もらってきた。いやもうダメダメ。これも本当美味しかった。まあ、かぶせないでっつってんの。はい、というわけでですね、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい。気に入っていただければチャンネル登録と、面白いな、やってみたいな、かぼちゃ好きだな、クリスマスイベント正月も全て大好きだし、嫌いだし、苦手だし、全部全部高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。